はい、マッチングしました。とりあえず今回は、J70 の方で、レースをやっていきたいなと思います。現在、右に触れてて、まあ予報ではね、ここから左に触れていくということで、どっからスタートしようかな。なんかこの最近のレースは、なんか肩ブレ状態でね、そこから周期的な触れというか、まあ陸風的な触れが来るので、まあ一回左触れてもう一回右触れるんじゃないの？みたいな感じでね。まあ、神笹タックで、レース展開していきたいなぁと、今現在思ってるんですけども、どうなるでしょうか。まあ、右触れてきてるんでね。まあ、これは一回左触れるんですけど、まあ、神笹タックでいいと思いますね。で、この位置から出せれば、おそらく神ピンは狙えるんじゃないのかな。で、一個霜がどんだけ流れるかによるよね。もっ、あ、いいね。霜行ってくれたから入れるね。オッケー。で、ここで、ちょっと霜のルーム空きすぎなんで、バチコリ入れられたらね、ちょっと僕がペナルティで移行してしまって、ああ、頼むぞ。ということで、残り、え、何何？で、ちょっとベアしちゃった。オッケー。ここでタックできたのでかい。正直ね、かなりでかくて。ドライブ、ドライブ、ドライブ。ドライブ目でガンガン右に伸ばしていくよ。まあ、フレーがもう確実に上がってるときは、もうベストの MG 外してね、まあ、ドライブしてった方が原因はでかくなるので。まあ、まだ返せない。あ、もっと振れるでしょ、これ。バチコリと振れてくるんで。ああ、返せ返せ、いいよ。後ろ通るから。いいね、ありがとうね。サンキューって送っとくか。で、ここら辺で返していくか。左触れてるんでね。で、ここで、まあ、ここはピンチ目で、若干ピンチ目、もしくはベスト VMG で登っていったら、いい感じでね、もう一回右回面勝負できるんで、こういうね、右回面に、まあ、触れるんじゃね？肩ブレ、右肩ブレの回面は、まあ、右にはガンガンドライブ、左にはピンチ目で、あまり右から離れないようにしていくっていうのが、もうちょっと大事かなぁと思ってるんですけども、若干封じより左に触れる予報出てるんで、ちょっとやばいかなぁとか思いながら、まだまだワンチャンね、まだレグ中盤なんで、こっからもう一発右触れてくれれば、全然ガンゴリとゲインできるんで、まだ大丈夫かなぁとか思ってるんですけども、さらに右触れるか、右じゃね、左か。ちょっともうこれちょっとまずいね、左まで出しますか。これはね、右行ったら、ちょっと勘弁してよ。D は打たれちゃったんで、ちょっとここは一回避けるために右行きますね。で、ここで一発もう一回左寄せます。触れが分かるとね、もうレース展開が全然変わってくるんでね。触れに合わせて、タックしていくと。ここはね、右寄せますね。右に触れる予報出てるんで。まあ、こうなるんだったらさっき返さなくてよかったなぁとか思うんですけども、これレイラインぐらいでこれ前通ってほしいなぁ。どうだ？あざっす。シーツコリとさっきの船の、右を通って、また左触れてるよ。まあ、ここはね、レーン一つ二つ外して、まあ、若干この距離感だとブランケ被っちゃうんだけど、まあ左触れる予報なんでね、ここは左寄せた方が、まあ、原因はできるということで。で、さっき前通してくれたんだけど、ここはちょっとね、前で返していくということで、まあ、恩をあだで返していくというか、形でね。で、この白い船の愛は通れるんで、ここはシーツカリと赤い船の後ろ、ちょっと後ろの神明で返して、ブランケの影響少ないようにね。で、シーツカリと、内開口、9で開口していくと、で、ここはまあ、ヘイト買わないためにもぶつけにはいかないということでね。若干左触れてんね。てか結構左触れてるから、これはね、飲んじゃいでいいと思うね。ちょっとスピンアップ早かったね。ちょっと早く、あ、70、早かったらね、ちょっと、芝足の時間ができちゃうから、ちょっともったいない。なんでなんで、なんで登ってくんの？勘弁してくれよ。左行ったのそんなね、原因できないよ、正直。ねえ、ちょっとブランケ被ってたんで、ダブルジャイブして、ちょっとブランケ避けましたね。で、ここからディフトしてくるんで、
リフトはね、まあ5度ぐらい入ったらね、ジャイブしていこうかなと思うんですけど、そんな入んないかな、5度も。どうだろうね。あ、ちょっと後ろの船のブランケット入らんとこで返していきたいね。で、ここら辺で、返していって、まあ、P マーク、S マーク回りたいんでね。若干青い船のブランケットかな。ちょっとだるいね。このブランケット、あ、こいつの前通していいんだけど、ま、あ、前通っていいのに。サンキューと送っときましょうか。で、ここはね、S マークをしつかりと、何位や、6位ぐらいで開港かな。6位ぐらいで開港してって、おそらく次は、今現在左に触れてるんでね。今現在左に触れてるよね。だから次は右行きたいんで、ここら辺で解除できますか。どうだ？で、次の海面の予報は、まあ、まだ左ということで、まあ、レグ中盤まではね、ここブランケット入るかな、黒い船の。若干ブランケット入っちゃったっぽいな。まあ、しょうがないですね。ここは我慢だね。ここから右触れたらちょっとそれの方がでかいんで、この多分ブランケットに走るより。まあ、そういう心配してたらね、もうちょっと左振っていく予報だから、まあ、左タックしてもよかったね、結果的には。まあでもリスク管理の、観点から言うと、まあ右の方が良かった。このブランケットを甘んじて受けてね。まあ、若干ピンチ目で走ってもよかったかもしれないね。しないね。で、ここは、一回スターボで、左寄せますか。この赤い船の前通れると思ったんだけどな。結果的に、後ろ通っちゃったんで、ロスりましたね、今のタックは。ここはシーツカイズタックをしていくと。ああ、結構辛いね。ちょっとなんでベアしちゃったんだろう。現在8位ということで、まあなかなかね、厳しい戦いを強いられてるんですけども、なんとか、前の船が結構止まってるんでね、ここはごぼう抜きしていきたいね。あ、ちょっとスピンアップ早かったかな。早く後ろ返してほしいな。ちょっと僕返したくないんでね。ちょっと返してくれないっぽいんで、ここは一回ジャイブして逃げますか。ちょっと判断がちょっと遅れちゃったね。もうちょっと早めに返してあげてもよかった。で、前4つは抜けてるんで、なんとかね、5位でフィニッシュしたいんですけど、で、次で左振れてくんで、逆回目で右にいた方が、もうそれはさ、ちょっと潰すよ。さすがに潰したいなと思ったんだけど、ちょっとは、どうしよっかな。この位置ね、もうしんどいんで、こいつの前左行きたいんですけど、ああ、出す、ナイス。いいね。あの人も風、ああ、それはまずい。なんかこうしつかりと避けて、もっとね、リフトしていくと思うんで、ちょっとここはね、右に伸ばしていきたいです。で、リフトしてきたんで、ここら辺に返していきます。まあ、ソーリーと打っときますか。ヘリ畳めてもあれなんでね。どうだろう。こいつらに勝ちたいんだけどな。まあ、ポテンシャル的には勝っているということで、まあ、あとはライン関係、ラインとの距離、フィニッシュのラインの高さに、あと命運任されてますね。いや、なんとか、6位でフィニッシュしたいんですけどね。どうだ？で、ここブランケットじゃないよな。ブランケットか？若干ブランケットっぽいな。ちょっとしんどいね。若干逃げますか、登って。このロスはちょっとでかい、正直でかいで。ああ、あいつも追われてるんで、おそらくこのままフィニッシュかな。OK! なんとか勝ちました。5位、やったぜ。ということで、まあ、順位表のこんな感じですね。正直、1回目でちょっと揉まれてしまったのが、でかかったかな。まあ、そこで揉まれなければ、まあ、もうちょっとね、高い順位でフィニッシュできたかなって感じです。